どうよ、3回目ですか。3回目もね、盛り上がっていて本当にショコラは嬉しく思います。今日はね、ショコラ私服でライブをさせていただいておりますのでね、ちょっと赤じゃないじゃないですか、メンバーカラーのね。だからペンライトで赤を意識しようと思ったら途中で水色に変わっちゃうっていう。着色やね、そういうことね、そういうことにしとこう。それでオッケーオッケー、オールオッケー。途中で頑張って色変えましたけども、はい、結局あなた何色って言われたら赤色ですので、皆さんぜひね、はじめましてっていう方も赤色のショコラで覚えてくださると嬉しく思います。はい、そして今ね、着色の話が出たんですけども、今日ね、これ髪飾り、実はね、サクトが誕生日プレゼントでくれたやつなんですよ。ありがとう、使ってるよ。はい、そしてまあ私服はね、何年も着古している T シャツワンピなんですけれども、これもね、まあ可愛らしいかなって思って着ました。でも永遠に着方が分からなくて、この T シャツワンピ1枚にした短パンっていうスタイルで5年ぐらい着てるんですけども、はい、先ほどね、スペインの三日月ゆうた君にね、着方を教えてもらいまして、こうすると可愛いよっていうアドバイスをいただいたので、今後ちょっとアイテムを購入してさらにね、可愛く着こなせるようにね、なりますので、ぜひね、公式 X とかチェックしていただけたらと思います。皆さん、今日はハッピーパプリカと最後まで一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ゴボゴボ言ってた。ちょっと聞こえなかった、私には。ごめんなさい、ちょっとね、 ASMR です。はい、ということで今日ね、めっちゃ暖かかったですよね。ね、もう春到来って感じなんですけど、明日はね、またちょっと雨が降るみたいで、ちょっとまたね、ちょっと寒暖差がね、続くと思うんですけど、皆さん体調には気をつけていただきたいなと思います。そして、ここで小牧市の告知をさせてください。はい、小牧山城にて3月23日から、桜祭りが開催しておりますので、皆さんぜひね、4月7日までやっております。4月7日です。なのでね、皆さんぜひ小牧山に遊びに来ていただけたらと思います。いろんなね、祭事もやってますし、露店とかも出てますのでね、ショコラは多分行かないですけど、行って感想を聞かせていただけたらなと思いますのでね、ぜひ小牧に遊びに来てください。はい、そして次の曲はそんな小牧山のね、 PR ソングということで、初めましての方でもね、一緒に踊れるような振り付けになっておりますので、一緒に見よう見まねで踊ってくださったらと思います。それでは次の曲聴いてください。小牧戦国トリップ。
燃えてきてもらおうかなと思います。はい、失礼しました。ちょっとスタンバイしてましたので、ね、チラッと見てしまった。ごめんなさい。はい、それではね、最後皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。最後の曲です、聴いてください。イブナイト。